ねえねえ、オレンジ食べる？いらない、パパ切ってくれるって。てかもう切ってる。いや、なんかプロのやつ手元落ちるじゃん。プロちゃうわい。コロコロコロイ。目指してる。目指してへんわい。何言われたの？手際いい。手際いいって。どこのスーパーに手際いいって。何が手際いいだよ。パパオレンジ向いてんだって。うん、うん、何？オレンジ。あれ？うん、そう、これオレンジって言うんだよ。やだ。なんでやんの？キキオレンジ好き？やだ。やだ。ああ、悲しい。ああ。これ何オレンジなんですか？知らねえな。え？え？何オレンジって。王様のオレンジ。何オレンジっつうか、王様のオレンジ。王様のオレンジしか書いてないから。あ、そこにもカブトムシ落ちてる。やだ。なに？今流行ってるゼスプリ。流行りだね。なに？ゆう。なに？それたい焼き。パパ。なに？どう？ねどんって。なんか今バターを一本丸ごと使った料理とかなんか流行ってるって。知らんが。知ってる？知らんが。あの一個丸々大きいのを使ってなんか作るみたいな。バターか。そう。バターだ。パパ。なんかね。カップラにバター丸ごと1個入れたり、うん、何やったのかな、カレー作ったり。バター、バターチキンカレー作ったり。あとは、あと何があったかな、調べる。ポンポン出てこないのに流行っとんかい。流行っとんやったらポンポン出してこない。あれ、バターってこれ使っていいの？じゃあ、あ、それ使っちゃって大丈夫。あ、開いてる。チーズ一本丸ごと料理作ろうか。で、夜ご飯さ、なんか未だかつてない、見たことがない料理作ろうか。マジ？バター一本使って、うん、定番はあれだよね、やっぱ洋菓子系だよね。定番なんか面白くない。使うのはバターのみです。なんかいる材料？いらない、バターのみで大丈夫です。バターだけ。究極のバター料理作ります。究極？究極のバター料理作ります。あ、出てきた。今日パパ、バターでご飯作ってくれるって。バターと思う？うどん。うどん？バターうどん？え？違うっぽい。カレー。カレーかな。カレーって美味しそうだよね。全然。誰も見たことのないバター料理を作ります。トゥル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 トゥ
バター1本作った、あ、違う、バター1本使ったバター料理作ってみたいと思います。大丈夫、大丈夫、使うのはこのバターのみだから。俺の料理かっこいいじゃん。ああ何で気になるのね。あの流行ってる、俺系のやつで流行ってるやつで、俺のバターだから前から流行ってる。いつからなんだろう。気づいた頃には流行ってた。知らない。バター切りました。これから。今日使うのはバターとこれのみです。さあ投入していきます。テーマは俺のバターだからね。俺のバター、うん、料理名。そうテーマは俺のバター。ああ、バターがメインなんだね。そうバター一本料理使うんだったらバターが主役じゃないと面白くない。あ、ね、ああ色は認めない。色は認めない。ああバターが主役じゃないと、うん、バター一本使った料理だなんて言えない。発展が合う。焼く。バターの匂いしてる？してるよ。めっちゃバターの匂いする。これあっこ。これがバターです。今溶かしたバター。すごいね。メロン見てきて。匂いどんな感じ？パパの耳かして。作りました今日は。バターだ。完成。原点にして頂点。これがバター戻しじゃ。あとは冷凍庫に入れて待つだけです。ごきげんよう。完成を楽しみにしてください。1時間ぐらいでバターが出来上がりました。完成。もう完成でしょう。究極のバター料理完成です。すごい。なんかもう本当これパパが作ったバター、バターを煮詰めて、そう固めて、今なんか流行ってんだって。バターを丸々1本使った料理。だからパパがバターを1本使ってバターを作った。じゃじゃーん、究極のバター料理の完成です。イエーイ、イエーイ。究極のバター、今日使ったものはバターと愛情だけです。皆さんもぜひ試してみてください。クックパッドに載せます。バターの作り方でクックパッドに載せるから見てね。 TikTok。 クックパッドっていうのがある。これ、ね、また見てね、バイバイって言って。これまた見てね、バイバイ。 Twitter、Instagram、TikTok もやってるので、バイバイ、ぜひぜひ見てください。また見てね、バイバイ。バイバイ。ドドンドドンドドン。